さあ、今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。お願いします。前回ですね、もてなしお料理対決ということで、残念ながらまどかさんが予選敗退したということをお伝えしたんですけども、配信された動画見ました？見ましたよ。すごかった。みんなびっくりした。しょうこちゃんはもうこのナイフのさばき方がすごかったし、そう、あゆみさんはチキン丸ごと 手入れるとことかもすごいなとか言った。そうだよ。そう、かなこさんの魚の蒸しのやつ、もうめっちゃ美味しそうだなと思いながら、そう、ずっと見てた。で、どうですか？あ、これ真似したいなはありました？ね、曲がったね。そこはなかったんだね。うん、真似はいいかなって。めっちゃ、そう、すごい手間がかかると思いながら見てた。かなこさんのね、料理、あれ簡単じゃないですか？エビだけのやつ。焼くだけだし。そう、オーブンがね、なんかちょっとハードルが高くて。そうなんだ。オーブンがハードル高いんだ。使うとすごい電気代が高くなっちゃう。一回主人がピザを作った時があって、1ヶ月の電気代が3万円ぐらいになっちゃって、びっくりして。それはちょっと抵抗あるね。では今日もこの3人と一緒におしゃべりするだ。わーん。今回のテーマはこちらです。見てみて、私の冷蔵庫。普段自分の冷蔵庫を見せる機会はね、ないと思いますが、冷蔵庫は主婦のファッションということで、皆さんのこだわり食材、調味料、主婦の知恵、いろいろご紹介いただきたいと思います。まずはあゆみさん、あなたの冷蔵庫を見せてください。これが私のお家の冷蔵庫になります。お、こちらですね。可愛いでしょ。シャツですね、また。可愛いでしょ。はい。上か。キャビア？これ。これ、偽キャビア。キャビア高いでしょ。高いですね。うん。おお、でももう、完全キャビアですよ、これ。うん、ちょっとかなってみたって。はい。これ、瓶詰め、オリーブ。そのまま食べようと思ったらあまり美味しくなかったんで、こうやって煮物に入れちゃったりします。はい、これはタイの食材だと思うんで。わー、ぎっしり。ぎっしり入る。ぎっしり入れてすぐなくなります。入ってんな。キムチ発見。そうそう、キムチちょっと買ってみたけどまずかった。お、ニンニクですか？これ、ニョッキ。こんな感じで。エビとかチョリゾーと炒めると美味しいです。素敵感じ。はい。この料理も気になっちゃったけど。頭、あれチーズね。チーズ。はい。白っぽい。これ。タラマサラータって言って、ディップです。生野菜たくさん食べれる。うわーっていうか、あゆみさんの料理が美味しそうで、タラマサラータのこと忘れちゃうな。ありがとうございます。そうなんやろ。あ、チーズとかですかね、このシンプルなやつは。はいはい。これ何ですか？おずき？何？おずき。おずきです。正解。ハルミチーズ。これ焼いて食べると美味しいんですよ。こうやってスライスして。これなんか豆腐っぽいですね、見た目は。豆腐に見えますね、ちょっと。うん。で、こんな感じで。急に日本っぽいのが来ました。日本は忘れない。バラ寿司に入れ、さっきのね、田舎漬け入れて食べるとすごい歯ごたえが。いいですね。冷凍食品っぽいの来ましたね。
エビですかね。大量のエビ。結構ありますね。はい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 。あのキャビアみたいなのですか？オヌガ。はいはい。ニシンの卵で、うん、でまあニセキャビア、まあキャビアっていうほどそこまで美味しくないんですけど、雰囲気が雰囲気がキャビアちょっとあの、うん、持ってきます。見たい見たい。あ、素晴らしい。気をつけて気をつけて。こんな感じで、これなんですけどね、オヌガね、うん、パンね、トーストしてあるんですけど、うん、カリカリにニンニク塗ってあるから、ちょっとガーリックみたいな感じで、オリーブオイルをこうタラッとかけて、うん、それでこうやってのっけて、おいしそう。こういうハーブを、うんうん、これちょっと待って、バドカさんの娘さんも一人なくてしょ、じゃあ今同時進行で俺もね、どっちいじろうかなと思って言ってもらっていいよ。なんか一緒に入りたいみたい。おいしいよ。あゆみお姉さんの食べるところちょっと一緒に見たらいいんじゃないかな。食べます。おー、おいしそう。おー、いった。すごいな。おいしそう。おー、すごいな。こんばんは。しゃべれ。娘がしゃべってるよ。ママしゃべれと。ママしゃべれと。ママが言えと。ママが言えと。カッテージチーズもあるんですけど。あ、カッテージチーズみたいですね。はいはい、そうですよね。それカッテージチーズですよね。これね、日本のカッテージチーズって、うん、もっときめが細やかなんですけど、大きいでしょ、粒が。うんうんうん、これも、うん、同じように。ごめんね。まどかさんの方が気になっちゃってさ。いろいろあるんだね。かわいい。かわいいな、もう、しょうがないな。だからこうやってのっけてオリーブオイル、うんうんうん、あー、なるほどなるほどなるほど。うわー、奥様あら素敵。なんか綺麗でしょ。あー、いいね、絵になるな。綺麗ね。いきます。おいしそうに食べるな。いい、ね、あー、おいしい。これ、はい、ワイン飲みたい。いいですよ、飲みながらでも。はい、また朝の10時ぐらいなんで。そっか、うん、まあ、そこはお待たせしますよ。はい、あとね、すごい気になったのがハルミチーズっていうんですか。なんかすごい見た目、うん、豆腐みたいな感じだなと思ってたんですけど、ちょっと固めのチーズで、固めなんですけど、こうちょっとグニュグニュした感じ。ね、モッツァレラチーズの水分が抜けたみたいな感じ、イメージ。あー、うん、味としてはもうちょっと濃厚だし、塩気がすごく あって、お塩とか何も足さなくて もう焼いて、でそれを例えばクスクスとかそういうのと一緒に食べると美味しい。よくね、ベジタリアンの人がお肉の代わりに食べたりしてはるんですよ。あ、こうしっかりとした食感なんで、ちゃんと噛めるような食感なんで、なんでさ、グリルでこうやって焼いたりとかして、はいはい、で、まあ、サラダにのっけたりとか、あと、まあ、ご飯物と一緒に食べたりだとか、パンにのせたりとか、うん、なんでいろんな食べ方があります。私、ほおずきすごい気になってて、ほおずきって食べれるの？普通に食べれないもの、飾りをっていうのかな、うんうんうん、と食べれるものがあって、なんかこれ多分アフリカとか南の方のスペインとかでよく食されてると聞いたことがあるんですけど、日本では食べれるものとして売ってることが少ない。そうですよね。デパ地下とかに行ったらあるはず。そのままもうフルーツとして食べます。もうフルーツとしてダイレクトに食べちゃう、うんうん、私はね、でもフルーツほらサラダに入れるの好きな人いるでしょ。まどかさん、ここそうそう私やります、乗っかってくるとこじゃないですか。今度生春巻きに巻いてみますぐらいのなんかかぶせるコメント今止まってたんですけど。そうだよね。玉来てますよ、打ってくださいっていう今ボールが僕の中で見えてたんですけど、乗っかんねえな、ちょっとキャッチできなかった。キャッチできなかった。リテイクしますか。いらなくて。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてまどかさん、
あなたの家の冷蔵庫を見せてください。こちらが私たちの冷蔵庫になります。 Hello Planet of Food, welcome to the Kamiyama Kitchen. In front of you, you will notice a wall of art. Behind it, we have a fridge. Let me show you what's inside. It's a very clean, neat fridge. Very simple and straightforward. Basically, all Japanese type of sauces. 風景な光景が日本の食材をサポートしてます、ちゃんと。ああ、はあ、はあ、はあ。素晴らしい。溶ける味噌。卵はね、スーパーで買わなくて、屋台で買うんだけど、こうやって選べるんで、大きさで。納豆、プラム。買って。I have no idea what this is. But to me, it's addictive, almost like crack. 出ました、ウェイパー。ホットソース、キムチ、オールピクル、サワー、ヴィニグリーアイテム。お。キムチね、マストだよね。ヴィガンキムチって書いてますね。And in this little corner, we call America. そう、アメリカのセクションもあって、コーラとマックのチーズ。日本人が生姜とか持って帰るみたいにいっぱいあんな。黒い、めっちゃ。ダディのセクションで、ワインとか、なんか黒いバナナとか。これはね、旦那が作るやつなんだけど、その黒いバナナでオリーブオイルとあのソテーして食べる。で、これは私の趣味のぬか味噌。おいしいですよ。ボリボリ食べてるいつも。あら。いやこの間さ、バナナをつけてみたんだけど、ちょっとね、面白いなんか味噌のバナナができた。grass cake, a little bit of butter. There's a cake that I always like from a Muslim shop that we always love. Very good. ちょっとね、いろいろスイーツを上の方に置いてて。で朝ね、豆乳とかあのグラスジェリーとか買って、でおやつに食べるんだけど、で上の方にあった黒いゼリーがその一つ でこれはね、朝作りたてのねお豆腐を食べれて、これをねお持ち帰りしてもいいし、あの屋台で食べてもいいし、作ってくれたお豆腐の上にシロップをかけてデザートみたいに食べる。で朝食べてる人も結構いて、これもめっちゃ美味しいの。これで発酵で言うと、昆布茶っていうのをちょっと最近作ってみていて、発酵なんだよね。だから入れて1週間2週間待って作る飲み物。そうなんだ。まどかさん、そんな発酵ものとかちょっと作っちゃうんですね。この間豆助がね、なんかお世話したくなりますよねっていう話がどっかのあって、でそれがずっと響いてて、なんか私そうだなって思った時に、あぬか味噌だったりとか、なんかそういう漬物系だったりとか、発酵食品なんていうフレーズが出てくるのちょっと意外でびっくりしたんだけど、どういうこと。で好きたくなってるものが好きだから、もう発酵のものってなんかすごいなって感じてる最近。ちょっとね、今まどかさんに変化が生まれてるからちょっと楽しくなってきた。かのこさん、いかがでした？なんか気になるところありました？一番はバナナのぬか漬けそうね、そこもね、そこ一番気になるよね。なんでバナナをつけようと思ったのかなって、どう見ても美味しそうじゃない。なんでやろうと思ったんですか？Facebook のコミュニティがあって、でいろんなフィールドが出てきた時に、バナナのぬか味噌をやってる人がいて、でうちにいっぱいいつもバナナがあるから試してみたっていう、挑戦してみました。感触は、なんかアボガドを食べてるようなぐにゅっとした感じの、でもぬか味噌のあのフレーバーが出てくるっていう、なんかね、ちょっと微妙だった。ダメだったんだね。やっちゃいけないよ情報でしたね、じゃあね。面白いな。はい。あゆみさん、いかがでした？あの真っ黒のバナナは、わざと黒い。あれ、普通のバナナで。熟しすぎちゃって、で冷蔵庫の中に入れたらもっと黒くなっちゃって、どうしようと思ってそのまま入れっぱなしにしてたら、主人が、じゃあ朝ごはんに、バナナのフライを作ろうっていう風になって、オリーブオイルと一緒に炒めて、なんかすごく美味しいデザートみたいなやつができて、わって。だからたまたま。
バナナ好きなんだね。バナナ好き。あと豆腐ですか。豆腐気になりました、私も。気になる、あるんだよ、ここに。うん、あ、お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 、あ、プルプルしてる。なんかパンナコッタみたい。いやー、めっちゃ食べたい、それ。それ甘いの？これは甘い。で、朝食べに行くやつは、うん、本当にお豆腐の豆乳から作ってる、やつで、それはシロップをかけて食べるんだけど、これは、そう、買ったやつは甘いやつ。美味しそう。いやー。おー、来たー、入ったー。食べてきた、絶対。あー、来たー。あー、まどかさん行っちゃってください。あ、見えへん。あー、送ってない。はい。そろそろカメラ意識してくださいよ。うん、うん。あー、はいはい。美味しい。滑らかなんだよね。そう、美味しいデザートです。美味しそう。デザートなんだね、あくまでね。でも朝ごはんとして食べてる人たちもいるから、揚げパンと一緒に、自由だよね。はい、わかりました。では続いて、かなこさん、あなたのうちの冷蔵庫見せてください。はい、こちらが私の冷蔵庫です。わあ、広いな。あれねえ、広々してる。めっちゃ広いねえ。ね、広い。ここでパーティーできる。うん。マキシマム。そう、何でもね、2、3種類調味料置くのが好きで、例えばタバスコいっぱいある。うーん、まあ、そう、まあ、あー、酢だ。うーん、カキ醤油、すごい。これはタイの調味料。いっぱいあんな、もう全然フォローしきれないよ。ライムだ、今。これは緑胡椒を醤油漬けにしてます。うーん、卵を固めます。すごい。うわぁ。米とかパスタもね、な種類は。パスタも冷蔵庫に入ってる。そう、やっぱりね、虫に食われちゃうから、常温に置いとくと。虫？そう、この間も発生した。これはロッピーというパイのようなクレープのような生地を焼いて、チョコとか練乳とかにかけていく。ロッピーね。これ美味しい。あゆみさん知ってますか？ロッピーってこれインド料理と思ってたんですよ、勝手に。ごま団子の白玉にジンジャーソースが一緒についてて、めっちゃ美味しい。美味しい。これもあったかいデザート。タロイモのもちもちしたものとココナッツミルクを混ぜて一緒に食べる。最近見つけた新商品、フローズンライムジュース。料理とかお酒とかに使えそうで楽しみ。これはタイの CP というメーカーのお肉、チンするだけで美味しい。いや、なんかいろいろ入ってて楽しいな。うんうんうん、遊びに行きたい。調味料とかいっぱいありますね。普通のやつとスモーク版と、あとゆずすこ。スモーク版タバスコがね、試したことないんで、どういうものに使う？サルサソースを作った後にそのスモークのタバスコをかけたら美味しい。ピザとかにかけても美味しいし。やっぱなんですか、いろいろそこは揃えたいもんなんですか？なんかね、すごいやっぱ気分がよく変わるから、今日はこんな気分っていうので使い分けてる。旦那さんとか見て、こんな必要あるかみたいな会話になりませんか？いつもね、一つにせいって怒られる。あ、やっぱりそうなっちゃいますか。そんないらんやろ
って言われる、うん、おばちゃんのやつはオイスターソースで、うん、その分だけ映ってるのがマギーっていう醤油のちょっと香りがついたやつで、うん、チャーハンにちょっとかけたり、あの半熟卵とかにちょっとかけて食べても美味しい。へえ。で、一番右のチキンライスソースは青万貝のソース、チキンを炊飯器に入れて炊いて、炊くだけで本当青万貝になるからすごく美味しい。辛いんですか？甘いの？あ、辛い、辛し甘いし、ちょっと酸っぱい。うん。どうですか、まどかさん、この風景を見て。いろんな調味料がありすぎて、あの説明してもらったんだけど、もうすでにどれが何だか忘れちゃって。パッとは入ってこないね。気になったので言うと、あの粉状のやつみたいな、なんかクスクスじゃないけど、なんかあれは何ですか？あれはブルグルっていう、はい、パスタの本当にクスクスみたいな感じ。私はよく、うん、あのパセリのサラダ、うん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 、レバノン料理であるタブレっていう料理が好きで、それに使う、うん、この間作ったとこです。それあのラムのそうなんですか、ラムのシチュー作った時に、うん、シチューとかによく添えます。クスクスよりも歯ごたえがあってすごく、あの香りも良くて美味しい。へえ、美味しい。あとね、やっぱ気になったの、お米4種類ぐらいありましたけど、あれはどういう使い分けしてるんですか？まず白米と玄米ともち米と、あとライスベリーとか置いてた。ライスベリー、うん、ライスベリーって何ですか？タイのジャスミン米とタイの 黒米をこうミックスして掛け合わせたスーパーフードけど、すごい香りが強いんですよ。カレーライスとか、そもそもなんでこのライスベリーを始めたかっていうと、うんうんうん、ダイエットを始めた時にその、うんうん、トレーナーさんからこう GI 値の低い炭水化物を取ってくださいねって言われて、タイだったらライスベリーがすごいおすすめですって言われたのがきっかけで、はい、食べ始めた。 GI 値って何ですか？GI 値っていうのは、はい、食後の血糖値の上昇を示す、値のことで、食品ごとに GI 値が分けられてて、GI 値が低い商品は血糖値の上昇を穏やかにするから、血糖値がこう上がったり下がったりするとお腹が空いたとかなるけど、ずっと低いところで保っててくれるから、こうダイエットにすごい向いてる食品っていう風に言って、あったような分かんないような、うん、あんまり血糖値が上がんない方がいいってことなんですか？そう、突然上がると満たされるけど、こう血糖値が下がり始めた時にすごいこう空腹、あ、お腹すいたって思ったり、キープしとくのがダイエットには適してるから、上昇させない方がいいってことなのね。そう、食べてもこう低いところでこう、なるほどなるほど、うん、なんとなく分かりました。あ、そう、こういう風になってるんですね。パスタもそのブルブルも低め。パンとかおにぎりとか高いってことか。で、かつカロリーの問題があるのね。そうそう、うんうん、あ、まどかさん、バナナは意外といい感じですか？私もめっちゃ気になったこれ。バナナにめちゃくちゃ向いてるじゃないですか。そう、バナナスーパーフード、うん、すごい。まあ、ぬか漬けとは書いてないけど、うん、バナナね、低いんですね。勉強になった。勉強になったよね。ありました。ね、まどかさんとかなんか気になるものとかなんかありました？あの山椒漬けがすごく素敵と思って。ね、うん、あれね、ね、うん、なんか卵かけご飯に乗せたりみたいな話でしたけど、うん、あの瓶の中に粒々が結構入ってるっていうこと。そうなんですよ。もう結構食べちゃったから少なくなってるけど、緑胡椒ってちょっと劣化してくると3日で黒くなっちゃうから、うん、もう新鮮な日に食べた、うん、もう楽しんだ後はもうすぐ醤油漬けにしちゃって、うん、あとね、すごいね、ピリッとしてるけど爽やかなピリで、すごい野菜炒めに入れても美味しいし、美味しそう。いやー、これまたまどかさんがやっちゃうのかな。今日はこれつけてきましたって。つ
ける女になったら面白いけど。面白いのがある。昨日飲みかけた豆乳なんだけど、これ置きっぱなしにしてたらお豆腐になっちゃった。おお。本当だ。すごい。捨てる予定だったの。そう、捨てる予定だったんだけど、テーブルに置きっぱなしにしてて、で、そしたらお豆腐になってて、うわって。いやー、あの胡椒がかなり気になって、ぜひぜひ食べてみたい。死ぬまでには食べてみたい。明日食べてください。そんなハードルのものじゃないでしょ。